は伸びた髪の毛を切りに行ってきます。ただそれだけです。ちょっと前回から髪を切ってから2ヶ月くらいかな、思ったより伸びてるんですよ。なんで切りに行こうと思います。ちょっとアクセサリーもつけちゃおうかな。なんかちょっとおしゃれしたくなった急に本当に髪切るだけなんでね、ビフォーアフター見てもらうだけなんですけど、本当はね予約してカラーもやりたかったんだけど、なんかカラーまでやると時間が、予約が取れなかったからカットだけの時間なんです。これはイヤリング、ピアス開いてるけどこれはイヤリング、これちょっと洋服と合いそうだったからちょっとつけてみた。ちょっとエキゾチックな感じで、ミン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 、めっちゃセミ鳴いてる。ムシムシするんだけどね、外はセミさんが頑張って鳴いていますね。どんな風に髪を切るのか、整えるのか、イメチェンを測るのか、動画を見てからのお楽しみということでね、ちょっといっぱいいっぱいになりますけど、今回はそんな感じで、そんな動画になります。これただただ喋ってるシリーズでいいかな。結構前髪をね、前回アシンメトリーにしてたんだけど、もう伸びきっちゃって、あんまりこの足目感がない、どうしようかな。まだね、正直あんまり決めてないですよ、髪型だからなんか思い切った髪型にしてもいいかなって。こっちが長いの、少しだけ、ちょっとでも全体的にボリュームがすごいから、髪伸ばしたらって言われることもあるんですけど、ちょっともう耐えられないんで、もさもさするのに髪をます。それでは行ってきます。ただいま。毎回小声で始まるということで、髪をね切ってきました。形はほとんど変わってなくて、ちょっとだけ軽めの前髪を作ってきました。でもこの軽さがすっきりして、いろいろ用事があったんで、あちこち行って疲れてる感じがだいぶ出ちゃってるけど、いい感じに仕上がっていると思います。にゃーまくにゃー、雨もいたちょっといっぱいあちこちの音が入ってるかな。いい感じに仕上がったのではないでしょうか。ちょっと前髪もね、また新鮮でいいんじゃないかなと思います。